タビアンでーす。京都花の密室殺人事件、続きやっていきたいと思います。前回まではこちら、前回沢田が三つを殺害時のアリバイ工作をしていたことをね、キャサリンが暴いてくれました。横領していた疑いもあるということでね、会社のお金をね、株で大損して、使い込んだんでしょうか。玉美はそれをネタに沢田を脅迫したことで、逆に返り討ちにあって沢田に殺されたんでしょうか。人物相関図こちら、沢田のとこね、玉美から沢田脅迫というのを追加しておきました、捜査状況こちら、まあ沢田の行方、静江の行方を追っていきましょう。どこにいるんでしょうか。そして茶室、密室の謎、キャサリンが明日になったら暴くみたいな、もうだいぶ進んでるみたいなこと言ってましたね。はい、あと松野愛子、九条珠美、三つ男のメモね、ちょっと見直しました。玉美のとこなんですけど、沢田を脅迫していたんじゃないかということで、まあ沢田が犯人なのかっていうことになるよね。で、三つ男のとこは自宅で剣山で毒殺されたんですけど、お花がね、稽古してた時に殺されたってなってるんですけど、お花が偶数しかなかったというのをキャサリンが見つけまして、普通はね、常識的にはなんか奇数のお花を生けるのが普通らしいですね。私たちわからないですけど、どうなんでしょうか。でも私の推理は、それ偶数、奇数だったとしても、逆にね、素人の、がやったと見せかけるために一本抜けばね、偶数になるから、その辺はどうなんでしょうか。それからまあだから沢田が犯人なのか、まあ静江ではなさそうですよね。はい、ということで静江をちょっと捕まえたいけどね。登場人物載せておきましょう。で、なんか久しぶりに、前回ね、寝ようと思ったら小菊さんかな、なんか呼び出しがあったみたいなんで、どこに行けばいいんだ。あ、美濃屋カフェのミサではないのか。あ、違うね、美濃屋さんに行けばいいのか。あれ、自分の部屋からしか美濃屋に行けないの。え、ちょっと待ってね、美濃屋。あー、タブヤンさん、小菊が待ちかねておったんどすのに。あ、キャサリンまだ来てないの。小菊はお座敷のお声がかかってお茶屋さんの方へ行ったんどす。あっそう、お茶屋行こうか。お茶屋のおかみさんがいます。はじめまして、小菊ちゃんはお座敷どす。そうですか、お座敷のこと。僕はあんたはんのような若い人の来るところやおまへん。ちょっと、うちは一元さんのお客さんはご遠慮してもろうとんのどす。どなたさんかの紹介あったらよろしいんどすけど。一元さんお断りっていうやつだね。初めての人はダメと。奥の方から三味線の音が聞こえてきます。キャサリンどこ行ったんだよ。おぎくちゃんになんかご用事どすか。そうなんですよ、呼び出されたんですけどね。どなたかの紹介か。キャサリンがやってきた。おっと、あら、やっぱりここにいたのね。おいでやす、キャサリンさん。おっと、キャサリンさんはあれ、一元さんじゃないんだ。キャサリンの紹介で入れるってこと。こういうお店は初めての人は断られるのよ。私は前に来たことがあるから、おかみさんに頼んでみるわ。
ャサリンが頼むとおかみは小菊を呼びに行った。あ、小菊さん、すんません、せっかく来てもらったのに、うちお座敷のお呼びかかったんで、実は静江先生のことでお話ししたいのでお電話したんどす。おう、静江先生、何ですか。美濃屋へ行ってうちのお母さんに言うてください。静江先生、美濃屋にいたはります。え、とにかく静江先生に会うてください。ほな、うち失礼します。静江さんに会えるわ。早く美濃屋へ行きましょう。よし、行こう。おかみ、静江、はあ、やっぱり静江藩のことどしたか。ちょっと待っておくれやす。あ、静江さん、いたね。どうもご心配かけました。私怖くなって逃げ出したんです。自分が疑われているのが怖くて。おはるさんたちがここにいれば安全だと言ってくれたので、ここにかくまってもらっていたんです。そうだったんだ、よかった、無事で。私まだ疑われているのでしょうか。静江さんはもう少し隠れていた方がいいと思うわ。大丈夫よ、もうすぐ犯人がはっきりするから、しばらくの辛抱よ。キャサリン、静江さんが無事でよかったわ。本当に逃げ出したりしてすいませんでした。あ、もう聞くことはないっていう感じかな。 OK、 キャサリンも自分の部屋に考える。ダブヤンは自分で事件について考えた。静江さんの居所が分かった。あと密室のトリックが解ければ事件は解決だ。あー、眠った。ちょっと残業したからね。はい、また明日頑張りましょう。もう朝です。今日は電話は鳴らないね。はい、続きやっていきましょう。キャサリンは密室トリックを解いたのだろうか。キャサリンに会いに行こう。なぜいない。あら、タブヤンさん、キャサリンからメッセージがあるわ。すぐに K ホテルの609号室へ来てちょうだいって。 OK、 K ホテル609号室、キャサリンがいます。あら、タブヤンさん、今密室が出来上がったのよ。この襖の奥があのお茶室と同じように密室になっているの。中には掛け金をつけてロックしてあるわ。え、どういうことだい。ではあの事件を振り返ってもう一度初めから考えてみてね。うん、襖、中から鍵がかかっているので開けられません。あの時は力任せに開けて中に入ったのね。あなたも同じようにやってみて。ダブヤンは思いっきり襖を引き上げた。あの時はこの中にタマミさんが死んでいたのね。一人が中に残り、家元と香織さんは外に出た。うん、一人っていうのは沢田さんかな。そして警察が来るまで10分ほどだから、同じようにあなたもこれから府警本部へ刈谷警部を呼びに行ってほしいの。実はまだトリックは半分しか出来上がっていないのよ。刈谷警部を連れてあなたが戻ってくるまでにトリックを完成させておくわ。じゃあ後でね。キャサリンは襖の奥へ消えた。おう、警部呼びに行こうか。アブヤンさん、やはり沢田は京本流の金を使い込んでいたようです。あとは殺人事件の証拠をつかめればいいのですが。トリックのこと、タブヤンはキャサリンが密室トリックを解明したことを話した。そうですか、ではすぐに K ホテルへ行きましょう。609号室に戻ってきました。キャサリンがいます。さあ、密室トリックは完成したわ。あの日刈谷警部がお茶室を見た時もこれと同じようになっていたはずよ。さあ考えてみて。うん、もう一度あのお茶室を思い出してよく考えてね。あたり、
池ほとりの609号室は和風の部屋になっています。見たところ変わったところはありません。キャサリン、ではあの事件を振り返ってもう一度初めから考えてみてね。犯人はお茶室の中で玉美さんを殺し、内側から掛け金をかけた、その後犯人はどこから外へ出たのかしら。お茶室の中で玉美さんを殺し、内側から鍵金をかけた。窓とかはなかったんじゃないかな。でも襖からは出れないし、壁からも出れない。どういうこと？あ、襖から出たのか？違うよね、天井？あのね、忍者じゃないんだから。じゃあもう一度よく考えてみて。襖からか？そうね、それしか考えられないわ。それで襖をどうするのかしら。襖外す、掛け金がかかっているから無理だわ。穴を開ける？どういうこと？その通り、犯人は襖に穴を開けて外に出た。おう、そしてすぐに上から襖紙を貼ればいいの。あの茶室のものと同じ柄のものがデパートに売ってあったわ。それは裏に糊がついていて、裏の紙を剥がすとすぐに貼れるようになってるの。しかし外側は貼れても内側の襖は破れたままでしょ。そこがこのトリックの面白いところなんです。玉美さんを探しにお茶室までやってきた家元たち3人は力任せに襖を引き上げて中へ入った。すると襖は壁と重なって、内側からは襖の穴は見えない。そして家元たちが出て行った後、犯人はお茶室に残り、内側の襖を貼り直す。そして刈谷警部が現場に着くまでに犯人は襖を貼り終えて、トリックは完成していた。とするとやはり犯人は沢田。ちょっと待ってください。襖には中に3が入っています。襖の3は前もって切り取ってあったと思います。これを見てください。そう言うとキャサリンは目の前の襖紙を引き剥がした。なるほど、しかし襖紙が問題です。持っていたら気づかれるでしょ。内側を貼る襖紙は、ほらあの時沢田さん華道大会のポスターを持っていたでしょ。ポスターの筒の中に襖紙を隠しておいて、玉美さんを探しに行った時それを持って座敷を出て行った。なるほど、やっぱり沢田の犯行に間違いないようですね。しかし襖に穴を開けるとは。私このトリックをどうしても解いてみようと、この部屋の中で掛け金をかけてみて、どうやって抜け出せるかを考えてみたんです。襖とにらめっこしているうちに、なんだ難しく考えなくても穴を開けちゃえばいいんだと思いついたんです。さあ京本邸へ行ってお茶室の襖を調べてみましょう。3人は京本邸へ向かった。なんかシンプルって言えばシンプルだね。早く茶室へ行ってみましょう。行こう。茶室の中へ入りました。襖を調べよう。襖には穴を開けた跡や張り替えた様子は見当たりません。何か見つかりましたか？女中がやってきました。もう襖証拠消えてるんじゃないの？襖のこと、そこの襖なら兵具屋に頼んで新しく取り替えてもらいました。沢田さんが事件の後縁起が悪いから変えるようにと言われましたので。あら、仕事が早いね。兵具屋へ行ってみないと。なるほど、兵具屋へ急ごう。主人がいます。
なんでしやろ。で、京本さんとこの襖まだ張り替えんと置いてますぜ。そこにあるのがそうですけど。おっと、まだあったか、この襖が。何か襖を調べよう。アベンは襖紙を剥がした。中の3は切り取ってあり、大きく穴が開いていた。よかった、間に合ったね。やっぱり私の思った通りだわ。危なかったね。でもね、いやー驚きましたね。これで沢田を殺人罪で逮捕できます。どうもご協力ありがとうございました。刈谷警部は府警本部へ戻っていった。これでやっと事件は解決ね。ねえ、少し散歩でもしましょう。どこか静かなところへ。五重塔かな、当時の。ああ綺麗だわ。結局沢田が本当に殺したかったのは珠美さんだけだった。それも使い込みの事実を握られたということだけで。稼働大会をめぐる争いのように見せれば自分に容疑がかからない。沢田はそう考えて綿密に殺人計画を立てた。はじめに愛子さんを殺し、続いて珠美さんを殺す。そうすれば静江さんに容疑がかかる。でも三代さんに犯行を見られた。三代さんを殺し、それを静江さんの犯行と見せかけるためにアリバイ工作をして現場に花を生ける細工までした。でもそれが命取りになったのね。花の数から静江さんが現場にいなかったことを証明できたのだから。ともかく静江さんが無事でよかったわ。きっと今度の稼働大会では静江さんの素晴らしい作品を見ることができると思うの。自然な景色の中のこの花にも負けないような。ああ光がこぼれ落ちてくるようだわ。もうすぐ春ね。いやー沢田が犯人だったんですね。いやそれにしてもその株のね、資金大損して横領したのはね、まあ重大な犯罪ですけど、それだけで済ませればいいのにね。え、沢田は悪事をそんな殺人までねしてごまかそうとして、なんかね、なんてことをしでかしたんでしょうねあいつは。最後までご視聴ありがとうございました。 DISCO 何なんだろうね。最後の人物相関図のようになりました。なんか香りと家元も怪しいなと思ったんですけど、沢田一人のね事件だったんだね。例えばなんか香りと沢田が馴染みの関係っていうのでね、異性の関係があって共犯なのかなとかも思いましたけど、至ってシンプルでしたね。はい、捜査状況いろいろまあ憶測したけど、沢田が犯人だったんですね。山村美沙サスペンスいかがだったでしょうか。いやー楽しかったね。クリア条件エンディング見ることができました。まあファミコン全ソフト実況、アドベンチャーゲームのね残りも少なくなってきましたけど、一本一本ねしっかり楽しんで全ソフト実況ね、私が90歳までに目指したいと思いますので、次回アドベンチャー作品もお楽しみに。いやー実はこのゲーム初めてプレイしたんですよね。なんかプレイしてそうだけど
最後までね皆さんのコメントもねありがたいですね。あのネタバレもなく皆さんコメントしていただいたので、犯人を知ることなく最後までプレイができました。ご協力ありがとうございました。それではまた次のファミコンソフトでお会いしましょう。さよなら。